一方、統一地方選挙の後半戦で任期満了に伴い4月16日に告示される赤石市長選挙の立候補予定者説明会が今日開かれ、4つの陣営が出席しました。赤石市長選の立候補予定者説明会は市議選と合同で行われ、市長選には4陣営が出席しました。今回の赤石市長選は。 市議への暴言問題の責任を取って、現職の泉市長が任期末での政治家引退を決めたことから注目を集めています。現時点で立候補を正式に表明した人はいませんが、泉市長が自身が立ち上げた地域政党から後継候補を擁立する準備を進め、自民党・赤石支部は公明党と連携し独自候補を立てる方針を示していて、 このほか、無所属の男性と女性市民グループも出馬を検討しています。今日は、選挙管理委員会や赤石警察署の担当者らが、立候補の届出方法や選挙運動の注意点などを説明しました。赤石市長選は4月16日に告示、23日に投開票されます。